ブラックマジシャン使い、大体遊戯使わない、リュウです。さあ本日なんですが、ブラックマジシャンデッキっていろいろ形あるじゃないですか。今日ですね、マジでやべえブラックマジシャンデッキができたんで、ご紹介していきたいというふうに思っております。キング対、あ、違う、レジェンド対、潜りましてですね、とりあえずこれ強いんじゃないと思って作ってみたら、10連勝しました。月勝10連勝はまあ結構いいんじゃないでしょうか。さすがに強いと思います。これね、何が強いかっていうと、ブラックマジシャンって基本的に今陣ナビできたらもちろん強いですよね。陣ナビできたらもちろん強い、なんですけれども、陣ナビできない時ってすげえ弱いでしょ。ブラックマジシャンって事故って何も動けないみたいな、でなんかほんとクソザコムーブ、何もできずに何も出せずにエンドするみたいなね、感じがあると思うんですけれども、その初動のスクラザっていうのをですね、1枚でカバーリングできるカードがありまして、それがこのスポアというモンスターね。これエレメントセイバーデッキでもやりましたけれども、墓地より芽吹くものっていう、まあ、このスキルを使いながら、まあスポアを出していくことによって、1枚でエバリーが出ると。だからこれ結構革命なのは、こういうエクストラがあんまり使わないデッキってあるじゃん。エクストラデッキを使わないデッキ、こういうデッキにスポアぶっ込んでゼンマイマジシャンぶっ込んどくと、エバリー雑に出るんですよ。だからブラックマジシャンで陣ナビできないときにエバリー立ってるんですよ。強くないですか、これ。これ強いんですよね。だから例えば、まあ魔導陣コズミックサイコンされたとか、ロッドの効果止められたとか、いろいろあると思うんですけども、ね、スポア1枚引いとけばとりあえずエバリー出るんで、これとりあえずエバリー出るのがめちゃくちゃ強いんでね、なので陣ナビできないときはエバリーするっていう。でもし残ってたらブラックマジシャンアドバンス召喚とかもできるし、でゼンマイティとかエヴァリーって結構、まあ、エヴァリーですね、主にエヴァリーって結構頑張って相手処理しないといけないんですよ。なんでしかもこれゼンマイティ壁になってるんで、ワンキルもそこそこできないし、なのでこの辺の壁モンスターを立てとくことによって、相手結構ヘイトこっちに溜まるんですよね。だからそうすると結構陣ナビできるという、でしかも1枚初動なんで、はい、結構気持ち悪いのは、なんか普通にスポーアとか、出して、で、エバリー、出しながら、後ろ構え、陣ナビの構えして、なんかインカー切断セットみたいなね、くそ気持ち悪いこともできるんですよ。俺、犯罪者なんで、犯罪ムーブしかできないんですよね。はい、というわけで、早速ですね、墓地より芽吹く、エバリープラマジをね、やっていきたいと思います。ちなみに、今日の、ブラックマジシャンはこの人です。はい、黒いんでね。はい、ということで早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さてさて、またヤバすぎるデッキを作ってしまったようですね、私は。さあ、このなんかちょっとそんなに強くないハンドも、スポーちゃんがいることによってエバリーが出ると聞くと、皆さんどうですか、強そうでしょ。さあ、ちょっと先行取りたかった人生ではありましたが、これなんなら、ちなみにこれナビゲート引いてくると、ワンチャンあれですからね、ゼンマイティとエバリーを出した上で後ろナビゲートっていう、ほんと激ヤバ場面になりますからね。さあ、占いマジ、スイちゃん来た。おこれあれかな、召喚獣、エクシーズみたいな時ですね、これ。魔法使いがいると特殊ができるイナイリビー、この炎属性で、スイちゃんが水属性と。はい、なるほどですね。これ一回ちょっと因果切断結構強いけど、一回魔導陣を発動していく。さあ、毒球部隊かなんかありますか。さあ、魔導陣を発動してサーチしたいな。あ、毒球部隊ある、なるほど、毒球部隊あった。でこれ妨害されて、ブラックマジシャン本来であればあんまり何もできないじゃないですか、これ。正直これ、うわやべ、終わったと思うじゃないですか。スポーちゃんですよ、スポーちゃんを召喚で、スポーちゃんが召喚されてダークバージャーちゃんの効果を発動していく。さあ、ダークバージャーが特殊召喚されて、お、なんだ、もう一枚、なんだ、ドキュー部隊とかですかね。まあ、あのデッキ結構でいろいろあるんですよね。さあ、御用 D 特殊。さあ、御用 D の効果、なんだろうな、ちょっとわかんないな。御用 D 効果によって光ってくから、まあなんかフリーチェーンですね。あれかもしれないですね、融合準備とかフュージョンリザーブ、アレイサー持ってくるみたいな、ああいうのもありますね。デモンズチェーンとかもあるけど、まあ多分さすがに止めてんじゃねえかな。まだ止めねえか、ここ止めるか。じゃあデモンズチェーンとかやってたらここ止める。ゼンマイディ効果、素材取り除いてデッキから、ゼンマイマジシャンを特殊召喚、全然大丈夫。おー、まあ、攻撃表示かで、はい、これはスポーもいい。じゃああれいいんだね。
ちょっとディスティルドの範囲のめんどくさいんで、1500、まあ、ドローセンスやめだったらどっちにしろあのアレイスター引いてこられるんだけど、まあ因果切断防れるんで強いと思います。さあこれ 1枚でさここまでいけるのやばいよね。1枚で俺この場面作れるのマジで強いと思うわ。でこれでバトルフェイズいくでしょ。でこっちからぶん殴って2800ぶん殴り、どうだどうだ、そうそれ、あーオッケー、フュージョンリザーブオッケー、アレイスターを引いてくるやつ、アレイスターをデッキから持ってくるやつ。ってことは次のターン呼吸トスが出てくるか、まあメガラニか、もしくは何でしたっけ、プルガトリオ先生が出てくるんですけども、まあ因果切断とかいう激ヤバカードがあるんで多分大丈夫と思いたい。まあ多分ディスティングドロー。さあカードを1枚セットしていく、セット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 、めんどいな、セットセットちょいめんどくせえな。なるほどね、これ削りきれないか、あれアレイスターだろ、あれアレイスターか、あー難しいね。これが1800やから1500でぶん殴っても倒せない、3200でぶん殴って1500するとディスティンド入る。いやーこれかなり微妙だな、どうしよっかな、ちょっとむずいっすね。イリュージョンマジック打つ必要性はもうゼロだから、イリュージョンマジックはとりあえずセットするの確定か、あの癖も何なのかちょっとわかんねえしな、まあ、これでバトルフェース入ってでとりあえず3200でぶん殴っていこう。ディスティネドロー入ってもいいや、別にもうなんかいけんじゃない。で、あ、デモンズジェン、なるほど、オッケー、それはもう全然いい、全然問題ない。じゃあ殴る必要ないからエンドか、まあ、イリュージョンマジックでね、エバリーちゃんは逃げるんで、これ魔法使いなんですよこの人はいはい。でアレイスター召喚効果オッケーです。でこれインガー切断打ってもあんまり意味ないね、これどっち出してくんのかな、どっち出してくんだろう、まあ、プルガ大先生なのかな、あーそれ強いな、ダイヤウルフ強いな、なるほどダイヤウルフか、ダイヤウルフダイヤウルフダイヤウルフね、はい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 、ダイヤウルフね、オッケー。イリュージョンマジック打っちゃっていいか、イリュージョンマジック打っちゃってよくて、でこうしてこれ持ってきく、2枚持ってきてもいいか、別に2枚持ってきてもいいや、コストになるしね、はい、これでエヴァリーのブラックマジシャンを捨ててエヴァリーのコストにしよう。でどっちにするか、どっちでも関係ないか、これマジシャンをブラックエージョンを出す必要性がフルカス飛んできたらないから、とりあえずダイヤウルフだね、はいはい、ダイヤウルフ効果、はいはい、オッケーです。で自身とバックかな、はい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 。でインガセさん打ちを打って、これでブラックマジシャンを墓地に送っておくことによってエバリー大先生が、のコストを稼いでいくスタイル、はい、これでどうよ、これでプレガ大先生飛んでくる、これも発動する必要性ゼロだな、飛んでくんだろあれ、いや飛んでこない、飛んだ、もうプレガトリオモンスターいったらったらこれ知らねえよな、これこれ知らんだろ。で召喚マジでしょ、オッケーオッケー、全然いいよ全然いい全然いい。これ何出てきたところで知らなくない俺、これプルガ大先生だ出してくる、プルガ大先生でぶん殴られる全然問題ない、エバリー、帰ってきてエバリーで除外していく、で呼吸とスもエバリーで除外していく、強すぎない、強すぎません、カリギュラ出すしかないじゃんあの人、でも出したところで死ぬしなあの人、どうすんだろうえこれエバリー止めれんだあの人、ミルカバー入ってないですよね、あなた。プルガトリオッケーです。全然問題ない。全く、なんら問題ない。はい。召喚マジスオッケー。はい。回収。はい。オッケー。オッケーオッケーオッケー。全然いいよ。で、バトルオッケー。で、ぶん殴っていく。はい。オッケー。で、はい。オッケー。で、1000ダメージ食らっていく。で、フォーチュナでエバリーの効果を発動。ブラックマジシャンをゲームから除外してエバリーを特殊召喚、おい、さあどうする、さあこちらスタンバイフェーズよろしいか、あれあれユウキさん、あれあれあれユウキさん、その手札その手札、あれレイスターですよね、あ強いあ強い、なんだこの盤面、次ジンナミ飛ばせるんですけど
最強すぎる。さあお相手の方は城之内勝也選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、城のうんちくん。お、なるほど。とりあえずちょっと一回陣から行く。陣でなんか得られます。ああなるほど、はい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 、なるほど。何の成果も得られないっていうね、こういうことあるじゃないですか。ブラックマンシャンってこれめっちゃ弱いですよね。反動めっちゃ弱いじゃないですか。この反動強いんですよこの激弱ハンドが強くなるっていうのがこのデッキのいいところ。さあスポーアとダークバージョンで御用 D をいく。エクストラ余ってっからね、ブラックマンシャンっていうのは。で御用 D 効果、御用だ御用だ、御用ディフェンダー、そして御用ディフェンダーと御用ディフェンダーでオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚ゼンマイティー、これ黒いんでブラックマンシャンと呼んでいます。ちなみに私はこのモンスターがブラックマジシャンです。このデッキは黒いんでね、まマジシャンじゃないんですけど、今のだからここ黒いのとあのゼンマイマジシャンが並んでるんで、この盤面がブラックマジシャンです。さあブラックマジシャンデッキからのフォーチュンレディエヴァリーを特殊召喚。インが切断されなければこれブラックマジシャン捨てればあのコスト魔法使いあの墓地送れるんで、エヴァリーが無限にね帰ってこれるというそういったシナジー。さあ相手のデッキどういったデッキなんでしょうか。とりあえずこっち、うわあれやんけ、ジンナビやんけと思って相手で、おジンナビないじゃんと思ってるんだろう多分これ、チェーンねえから、じゃあ前処理すればいいかみたいなね。まあインがセットなんですけど、セットオッケー、セットか、セット強いな。リベンデッドボーン、あーリベンデッドボーン、ですね、あレプラントやばいねこれ、普通にレプラントやばい。ベンデッバステッド、オッケー。レプラントは、あの儀式モンスターに、なんか相手のモンスターを除外するよっていう対あのなんか効果を付与するみたいな、激ヤバモンスターなんですけども、バスタードの効果で、これどっちの効果だ、先にあれか、トラップカードつかないみたいな感じ、そういうやつか。トラップカードつかないですね。はい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 、オッケーです。その効果にチェーンして、インが切断をぶち込んでいく。さあ、ブラックマジシャンを墓地に送ることによって、バスタードを除外したいというが、さあバスタードの効果によってエヴァリーがおそらく除外されていくことだろう。いいだろう、それは予想していた。ただインが切断強すぎ問題発生してるんで、相手も結構辛いと思うわこれ。なんだかんだリベンデッドボーンはね、インが切断には無力ってね、もっぱらの噂なんで。さあゼンマイ、ブラックマジシャンビートです。これブラックマジシャンビート始まりました。新次元のブラックマジシャンビート、黒いからブラックマジシャン魔導陣、魔導陣貼ってあってゼンマイティ出てると どんなりっけやこれ。あったー、最強だー、最強すぎる、最強すぎる、いけ、はい1500、 OK、 1500は全然いい。因果切断、まあ、次出てきたら因果切断するのもあるですね。まあ、陣ナビするのが一番強いですけどね。さあどうする、コズミックサイクル入ってないのかな。ベンデッドナイト、 OK、 ベンデッドナイト、ベンデッドナイト、 OK、ベンデッドナイト、手札を1枚捨てて、ベンデッドモンスターを持ってくることしかできない。ベンデッドモンスターを持ってくることしかできない。さあベンデッドモンスターを持ってきて、ゼンマイティではちょっと突破できないんで、ほんと陣ナビで分からしていくっていうスタイルねこれ。さあセットしていく、ういおいおい、いきまーすアムロ、いきまーす、おいこれ回復出しちゃったらもう相手なんもできないんじゃん。はい墓地からカードを除外できません。はい行きまーす、魔導陣効果でーす、セットカード除外しまーす、はい犯罪ムーブ行きまーす、はい因果切断行きまーす、相手モンスター除外でーす、はい全部どっか行ってください、ありがとうございます、バトルフェイズでーすブラックマジックやっ、このデッキヤクザすぎません、どうなっとるの。さあ海馬木馬選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエル、デュエル、なるほど、これは一回魔導陣を発動。さあ魔導陣の効果によってとりあえず、あ何の成果も得られない、何の成果も得られない。これサンダードラゴンかな、多分雷電流なんかありますね。でスポーは召喚、さあこれで何の成果も得られなかった場合はスポーアちゃんでやめて、それはやめて、それはやめてよ、
それはやっちゃダメだよ。いや、芽吹くデッキにさ、DD クロはやっちゃダメだっておばあちゃんが言ってた。援軍、オッケー。援軍効果。いや、サンドラ、強い。ライドとアサシンライデン、頼む、ちょっとなんか何も展開すんな。何も展開すんな。ワンチャンこれで、どうするんだ、これは殴ってほしい、でも。ロットで、サンダードラゴン、次のデッキ、2月なんだっけ。ね、ロットいい。それはもういい。もういい。2400。400。オッケー。2000ダメージ、オッケー。全然いい。400、2700、銀残り、生きる、生きる、俺は生きる、俺は生きる、生きる、生きる、重心化しろ、重心化しろ、目覚めの旋律、あれ、ちょっと、いや、DD クローはさ、いや、それは犯罪じゃないですか。悲しすぎません、この400のスポーは。なんだこのスポーは棒立ちって。なんだこのクソラゴデッキ。どうやってんのこのクソラゴデッキ。ふざけんなよ。おい、ふざけんなよ。はぁ。